バルト海の図、北部の湾が、ボスニア湾スウェーデンとフィンランドの両国に挟まれた。ボスニア湾ボスニア湾は、バルト海北部でスウェーデンとフィンランドの間にある湾で、ある。ほぼ北緯60度より、北の部分を指す、10月頃から6月頃までは、氷結する。ボスニアの語源は湾を意味するスウェーデン語である。南北に約 700km、水深は、おおむね 200m 以下と浅い。 この湾の南部には、オーランド諸島があり、バルト海との境界となる。また、湾の沿岸には小島所が多くなっている。スウェーデン側に、ドゥレオ、ウメオ、スンツバル、イェブレ、フィンランド側に、トルニオ、オール、バーサ、ラウマなどの都市がある。ドゥレオは、スウェーデンのキルナ鉱山などの鉄鉱石の積み出し鉱で、あるが、一年の過半が氷結するため、 スカンディナビア半島北岸のノルウェーナルビクの方が積み出し港となることが多い。氷河の重みで地殻が沈み込んでできたボスニア湾王のルーレオ周辺では氷期が終わってから地殻が元に戻ろうとして上昇しているアイソスタシー現象のためにすでに250メートルほどの流起を記録しており、スカンディナビア半島南端近くでは50メートルほどの流起がある。 村井正人、北欧内のスウェーデンの地理的位置、村井正人編著、スウェーデンを知るための60章赤紙書店2009年21ページ。ありがとうございます。